さあ、やってまいりました。変化が激しい全世界の入国ルールですね。2022年12月、最新動向をアップデートしてまいりましょう。年末渡航の計画で忙しい皆さんに向けた決定版動画ね。今日はこちらの流れでやってまいります。ワクチン証明を求める国ということで、アジア圏そして米国だとかと中南米にね、集中している傾向があります。そして陰性証明を未だにですね、 めるる国が特にに東アジアに、えー、とあとアジとととあフリカの一部、ね、集結ををしているという点、えー、お気を付けポイントですよねそして混乱が起こりやすいということでタイランドですとかあとカタールこれワールドカップ絡みですかねそして欧州なんかが、えー、ご注意ポイントでねこれ理由も添えて後ほど重点的に押さえてまいりますそして米国これ1月ですよねワクチン証明が続く米国に関してこれがね解除されていく可能性がねどうなのかというところに も踏み込みまして、えー、直近のですね。トレンドも抑えてまいりましょう。この動画を見てくれた方のみの。 特典として、こちらもね、最後の方でお伝えをしていきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。もうこのね、一本だけで全世界どこの国へ飛んだ、飛んでもね、備えられる情報が手に入ります。それではまずはじめに、ワクチン証明求める国ということで、こちらですね、傾向としては、アジア圏とあとは、 ああ、米国ですよね。えー、このあたりは本当ね、要注意ということですけど、あと中南米とかもね、一部結構残りますけども、ワクチンの証明があればですね、えー、渡航制限がないと言える国が、あの、それなりにね、多いという状況になっております。まあ、このあたりの変更点も含めて、まずですね、アジア圏から、えー、こちらチェックして参りましょう。代表国としては、まあ、このあたりですよね、えー。フィリピンですとか、あとインドネシア、シンガポール、 ミャンマー、ネパールだとかね、この辺りがこう続きますけども、特にですね、この中でも変更が生じている、これフィリピンになりますが、3回目接種を とはなくなりましたね。以前までブースター接種済みであることが、あ一つね、条件であったわけですが、まあ、PCR の免除というね、条件だったんですが、こちらがですね、あの、2回分の入力で、まあ、申告で済むようになったというのが一つね、変化だと思われます。あと、陰性証明に関しては、 24時間以内の抗原検査ですね。より簡単に検査が受けられますけども、こちらの結果で良くなったということになります。あとね、E アライバルカードの入力項目も、まあ、だいぶさっぱりしたのかなというところなんですが、実はですね、あの、今日、また変わりましたね。えー、これ僕まだ試してないんですけど、まどろっこしい登録が除去される方向性ではあると思いますが、過去ですね、ワンヘルスパスから E アライバルカードに変わりま、変わりまして、今度ねまた、 e トラベルというですね、これ3回目の変化になりますので、ちょっとややこしいんですけども、またこちらは後日のね、動画でも集中的にやっていきたいと思いますけども、え特に詐欺にご注意ということで、このね、フィリピンに関しては、e アライバルカードだとかね、ワンヘルスパスとかでこう検索をするとですね、またおそらく今後、e トラベルとかでも検索するとですね、この、 検索結果のトップに詐欺サイトが出てきてしまって、皆さんのクレジットカードの入力求められて、なぜかこうね、支払いが発生すると。あの、このフィリピンのですね、入国システムはもう一切全て無料ですのでね、こちら、あの、詐欺に合わないようにご注意くださいということで、Google さんね、このあたり、まあ、ちゃんとしてほしいところではありますが、要注意のポイントのフィリピンでございました。そして直近の変更としては、このあたりかな、ミャンマーが、 到着時の検査がなくなったりですとかまあ、緩和に倒れているという動きがですね確認ができるわけですちなみに直近までですねインド陰性証明かもしくはまあワクチン証明のも求めていたんですがインドに関してはこの度ですね制限なしということで変更になりましたのでまあ、あの年末の渡航がよりしやすくなった地域ということかと思いますねはい えー、それではですね、ワクチン証明が引き続き必要というエリアがあ、他にもですね、要注意ポイントで続きますが、中東エリア、あ、これも要注意というか、これ変更ですね。あの、UAE と、あとカタールに関しては、 ワクチン証明を含めまして、規制の撤廃にこの度乗り出しています。カタルに関しては、特にワールドカップでね、渡航こ制限自体は緩和されてるんだけども、ワールドカップで混乱という話がありますが、これは後ほど深掘りをしてまいります。えー、そしてですね、動きがありましたのが、アフリカですね、えー。こちらが、セネガル、セーシェル、エチオピア、モーリシャスということで、これでは4億がですね、直近でワクチン証明、えー、含めまして、規制 の撤廃というこまあほかでね、まあ、一部まだ残ってるところがありますが要、えー、注意ということですねそして欧州圏に関してはもう全域でほぼもう渡航制限ですね条件ありませんので、えー、この点はよろしいかと思われますそして、えー、とカリブ海エリアですとかあと南太平洋、まあ、タヒチだとかもねこの辺りも渡航条件撤廃済みということでよろしいかと思いますそして、えー、と中南米なんですが 今回ですね、ペルーとパラグアイが、あの、ワクチン証明を含めてですね、あの、規制があったわけですが、これが、 あの、解除になっています。まあ、続々とね、全世界的にやっぱ解除の流れが強いですよね。えー、とはいえですね、一部地域があ、一部の国がね、残りますので、ブラジルですとかね、えー、この辺り含めて、えー、ワクチン証明、もしくは陰性証明、えー、ということで、えー、ぜひね、お気をつけになってみてください、えー。そして最後、米国ですけども、まあ、北米エリアの中ではね、えー、大きく米国が未だにワクチン証明ですね、求めるということなんですが、これが、まあ、どうなっていくのかですよね、年明けの動きに、一、まあ、つ 注目が集まるわけでしたこの理由も添えてですね、動画の後半でまた改めてね、解説をしていきたいなというところでございます。 はい。えー、そんな感じでね、えー、と、まだまだあ、証明が求められるというお話が続きますが、この中でもね、陰性証明を求めるエリアが未だに続いていると、あの、一部ありますから、特にね、東アジア圏を渡航される方は、要注意ということでね、この一部制限が残ったりですとかね、まあ、中国に至ったビザ制限も含めまして、陰性証明、あまだ求めますので、この点ね、ご注意という、特にやっぱね、東アジアに、えっ、ー、と、まあ、そうね、 あの集中しているということが言えるかと思いますこちらどういうことなのか深掘りのお話ですけどもまずですね出発前の PCR が必要なのはマカオを含みますあの中国本土というねこちらのエリアになってまいりますややこしいんですけど台湾と香港に関しては自己隔離は一応残るんだけども。 おそうね、えー、渡航前の PCR 検査は、まあ、一旦撤廃されているという動きになっていますので、えー、これはね、渡航が、まあ、若干しやすくなっているかと思われます。まあ、ただ、まあ、香港だとかあれかあ、到着後の検査が回数は直近で減ってるんだけども、まだね、残ったりしてますので、ちょっと厳しめの時効経過観察と、まあ、3日間ね、えー、ついてますけども、えー、こちら要注意ということかと思います。はい。まあ、中国はね、 こちら NHK が報じている11月中旬の記事になりますけど、こんな感じですよね。入国者は航空機が出発する時刻の48時間以内に PCR 検査を2回受けて陰性を証明する必要があります。2回ですよ、皆さん。結構大変でしたよね、これ。今後はこの検査が1回に減らされますということで、11月中旬からこれね、緩和に一応あの刻んできているという中国政府ですよね。そして隔離期間に関しても合計10日間あったものが まあ合計ね8日間ということで、うちあの強制隔離の期間が短くなっているというね、こういう動きもありましたので、徐々に緩和に倒れてくるのかというところなんですが、特にご注意がねこれ必要なのが、PCR 検査場、これ、受けられる箇所が日本国内でも少なくなっていたり、閉鎖に追い込まれたり、あと営業時間短縮ということがありますので、ぜひこちらですね、ご注意になってみてください。中国渡航用の 検査所として、成田の、あれですよね。成田国際空港 PCR 検査センターが、ま最安値になるのかな ?1 万4000円。これは指定検査機関としては、最安値ということはあるのかもしれませんが、特にですね、これまで第1ターミナルと第2ターミナルになりました。PCR 検査センターは閉鎖になっていますから、これですね、成田国際空港クリニックさんですね。 営業時間が非常に狭いのよ。午前中だけの9時から12時までということなんですが、こちらを受けてくださいというお話になりますので、特にね、国内で PCR を受けていこうという方は、あこのあたりのね、あの閉鎖だとか営業短縮はぜひお気をつけください。こんな感じで、まあ、ゼロコロナ対策がね、中国がどれぐらい続けていくのか、日々このね、中国副首相のコメントが、 注目されますけども、2日間続けまして、ゼロコロナ継続には言及していないということで、今後ですね、中国政府がより、まあ、緩和に倒してくるのか、この動きがね、注目されますよなんてことが、直近の NHK でも報道されていますし、これ同じくですね、日経新聞もこんな論調です。えー、中国ゼロコロナ出口に、 苦慮をしている浮かぶ段階的緩和ですね。習近平指導部の威信を傷つけないような段階的な緩和に動くシナリオが浮かぶが。全面解除をすると感染爆発で200万人以上が死亡する。まあこれはこれで、まあ道のりは容易じゃないよということで、まあ中国はね、人口のがもう多いですから、まあ母数がでかいですから、パーセンテージがちょっとね上がるだけでも、 あのまあ、いくらね、重症度の低いオミクロンとはいえですね、えーまあ、あの死亡者数の絶対値でいうと、まあ、だいぶ、ねえーとまあ、数字が上がってしまうという、こういう懸念があるんだと思われます。まあ、こんな感じで今ですね、引き続き陰性証明が必要なエリアについてご紹介をさせてもらいましたが、ぜひこのあたりもね、注意をしてみてください。はい、そんな感じで、えー、と次のお話が、 混乱が生じやすいエリアということで今日はですねこちらの3つポイントをつきながら世界トレンドを見てまいりますが空港チェックイン混雑をするタイランドこちらから見てまいりましょう、えー、まずはですねうん、まあ、1分1秒を争う空港チェックインということで先日もスワンナプーム国際空港のチェックイン混雑の状況これをねお伝えをさせてもらいました特にエアアジアですとかあとジップエア あのカウンターが少なめになりがちな LCC に関しては要注意ということですよね。まあ、こんな感じの現地の様子がですねいくつかツイートされていますが。 セキュリティチェックだとか、あとパスポートチェックなんかもね、結構並ぶらしいので、チェックインで並んだ挙句にですね、その後も行列というダブルパンチみたいなところがあるかと思います。あの、空港到着2時間前だと、ちょっとね、これきついんじゃないかなんていう見方もありますので、余裕を持った行動ね、まあ、特にタイランド、バンコクから帰国をされる方ね、どっか違う国に行かれる方は特にご注意ください。LCC はもう本当に要注意ということになります。えそしてお次は、 が帰国困難が心配なカ,カタールね、ねこちらを見てまいりましょう。はいということで、直近でですね在カタール日本大使館からこんな注意喚起が日本国民の、ね、皆さんに出ています。まず、カタール入国には、まあ、ビザじゃないんだけども特別なですねハイヤーカードというものが申請取得が必要になるんですよね。これねワールドカッップのチケットがある人に え、ま、配布されるということになるのかな。えー、こちらがですね、今現在の渡航許可証としても機能していますから、ハイヤーカードがなくてですね、 えー、飛行機に乗れなかったというね、著名人もいたぐらいですよ。あ僕もね、ツイッター上でちょっとね、あの、目にすることがありましたがあ、こちらがないと、まずね、入国ができないということです。そして、深ルに入ったら、それで万事 OK かというと、もう今ね、混雑が待ち受けていますから、まあ、あの、ワールドカップ観戦のために、ね、行かれる方、ほんとご注意なんですけども、特に、ワクチン接種が3回分終わっていない方は、日本帰国のために PCR 検査を受けてくださいというね、えー、こういうレギュレーションには、 なりますので、まあ、ただですね、現地の PCR 検査場、もう検査能力が逼迫するということが十分にこの12月考えられます。えこのためですね、万が一、えー、この帰国困難になってしまう方に関してはですね、 在カタール日本大使館が発給するレター、大使館レターを取得して、ちょっとね、特別扱いになるんだけども、これを持って、えー、日本に帰国した後に検査を受けるというね、ことに約束をしてもらう。まあ、こんなレギュレーションがどうやら裏で動いているらしいです、えー。このようなですね、日本入国の 裏ルールということで、徹底解説動画も、これ報道されていない、ね、ことも含めまして、ご紹介をしています。えー、3、えーまあ、気になる方はね、こちら概要欄に、えー、飛んでみてください。はい、そんな感じで、えっ、ー、と、これね、要注意エリアが続きますけども、突然のストライキ勃発の欧州圏の、えー、お話ですね。はい、えっ、ー、と、これ気になる報道がまた入ってまいりました。これ、BBC の えー、これ本日付のニュースになりますけどね、ヒースロー空港の地上カーゴスタッフが、こう荷物の、ねえー、関連のスタッフさんが、ストライキの可能性があるということで、クリスマス前にヒースロー空港を利用する渡航者はですね空港混乱に備えてくださいということで、ちょっとね、恐ろしいお話になっておりました。 えー、特に12月の16日からですね、えーまあ、だからロストバゲージの波がね、またやってこないことを祈るばかりですけども、まあ、こんなことに、えー、備えてですね、アップルの AirTag ですとか、荷物追,追跡のための、えー、ツールですよね、こちらあります、まあ、あのスーツケース勝手に、ね、開封されちゃって荷物なくなっちゃったなんていうですね、えー、こちらのトラブル弾 の解説も含めましてですね、この Apple AirTag が有用なケースがありますよということで、まあご自身の判断にはなるんですけどもえ、準備をしておいてもいいのかもしれません。最新トレンドはこちらの過去動画も参考になってみてください。まあね、欧州圏といえば、まあ今名前にあがってヒースロー空港も最近ストライキしたばっかでしたけども、空港会社とね、対決していて、まあ一応大きな混乱なかったみたいですが、 まあ、掘れ見たことかという、まあ、空港会社からのコメントが <laughs> 報道されていたりだとかね、もうバチバチやり合ってるという、まあ、この状況が、あ労働者と、まあ、会社本体とのね、様子で見て取れます。で、これもね、空港スタッフのストっていうのも怖いんだけども、もっと嫌なのが、エアラインクルーのストライキということでしてね、これもっと深刻なんじゃないかということで、その日付の便っていうのが、そのエアラインに関してはもう全て欠航になってしまうというですね、こちらはフィンエアで起きた悲劇に関して直近で動画化をして おります、えー、こちらに関してのあ、まあ、準備対策だとかもね、えー、心配な方は是非、えー、動画をご覧になってみてくださいはいそれでは本日の話ですね後半戦に来、えー、ました米国1月解除の可能性ということで今現在ですねワクチン接種証明が必要になっている北米の中でもうーんまあカナダはね、えー、これ、えー、撤廃になりましたからそう 入国制限今全然ないんですけども、隣接する米国だとかは、 あそうねハワイを含めまして、今、ワクチン証明が必要ということになります、特に米市民と、あと、米移民ですよね、グリーンカードを持っている方は除くということ、こういう扱いになろうかと思いますが、外国人はワクチン証明が必要になりますので、この点はご注意というね、米国、この状況がどこまで続くのかですよね。こちらにについて参考になるのが米 米国運輸、運輸保安庁の TSA ですね。こちらが一応ね、文章、公式文章を先日アップデートをしていまして、新型コロナのワクチン要件ですね。これが、あの、米国外の 空港をです、ね、飛び立つ方、まあ、だから国境を越えて、米国に入ってくる人に向けてはです、ね、あのエアラインクルーにこういう、ね、ルールを課しますよと、要するにそのワクチン証明をチェックせよというです、ね、こちらのレギュレーションを11月から来年の1月8日まで続けることが公式文書で決定されていますから、12月の中で、ね、撤廃される可能性というのはそんな高くないんだと思われます。 はい、こちらについては、あの、いろいろね、物議を醸すポイントが隠れていましてね、えー、このワクチン入国ルールを少なくとも、まあ、この1月まで継続することに対して、あのー、特にね、こう陸路で国境を越える職業ドライバーさんたち、だからカナダだとかメキシコだとか、 米国を行き来するる方々が困っているといとう、ね、あの批判殺到というお話もありました、このあたり過去動画で解説をしていますけれども、特にです、ね、12月の中旬以降、まあ、1月にかけて中間選挙後にバイデン政権がどのようなあの運営を行っていくのかです、ね、この中でおそらくこういう、ね、細かなルール変更というお話にもなりますから、注目が集まる昨今かと思われます。えー、皆さんとと一緒に、ね、このたりも追っていきたいきなということで おおむね世界各国の渡航条件ですね今見てまいりましたが何か最後にねこれ気づきませんかという皆さんへの問いかけになりますがこちらの表を見て何か気づくことがねあるんですよ。これが あの、ブースター接種を入国要件として求めるか否かというですね、3回目接種の証明書提示の件なんですが、この度フィリピンがね、このもう3回目提示はね、求めなくするよというお話に加えまして、あとは他の国ですと、僕が先日言ったペルーなんかもね、3回目接種証明必要だったんですけど、これね、なくなりました。すなわち、えこちらの3回目を 問うている国というのはついに世界の中でも日本だけになってしまったということでですねまた世界から置いてけぼりな日本というお話でございますはい、こちらについてはワクチン証明がですね廃止になる日付について過去動画である程度のシュミュレーションをですね世界トレンドを見ながらやってる動画もありますので、えー、このあたりのねえっ、ー、と未来について気になるよという方はちょっと前の動画なんですがこちらもご参考になってみてください はい。それでは、最後にですね、この動画のを見てくださってる皆さん向けの特典に関してお伝えをしてまいりますけども、今日ですね、チェックをしましたこちらのスプレッドシートですね、皆さんの手元でもご覧いただけるように、リンクを概要欄に貼っておきます。ぜひですね、年末を、年始をですね、またぐところの参考にしていただければと思いますけども、お約束事として、現地政府サイトですとかあと、まあ、日本の厚労省、 あ,あ、殺しじゃない。あの、外務省ね。外務省だとか、あと在外交換ですよ。大使館の一時情報にあるものをご自身で確認をね、合わせてしていくということがお約束事項になります。必要であれば、エアラインなどね、問い合わせもチャレンジをしてみてください。えー、ということで、こちら、ぜひね、リンクを活用してもらえればと思いますけども、この他にも、えー、海外渡航に行く手前でですね、そう、あの、海外旅行保険、えー、これ非常に重要になってきます。いやはい、えー、で、これを、 より簡単にですね、確保をしてしまおうということで、クレジットカード付帯の 保険ですよね。これ、いくつか用意しておくだけで、だいぶ準備が楽になりますし、手厚い保険をゲットできますから、あなたに最適な1枚はどれですかというですね、これも徹底解説動画、クレジットカード比較動画を上げております。えこちらも概要欄にリンクを貼らせてもらいました。えそして、日本に帰ってくるところがまたね、え一悶着ありそうな匂いがありますのでえ、こちらの完全攻略動画もつい先日ね、出したばかりですので、合わせて、え皆さんの渡航の応援になれば嬉しいなと思います。 ということで本日は変化が激しい全世界の入国ルールがねまだまだこの状況続きますけども2022年12月最新トレンド皆さんとの世界旅行ね世界一周旅行をさせてもらいました今日の情報がいい役だったなという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう大好きでした